恋のお話、裏話的な。本当にあのね、すごいあの顔面がうっとしてた。あのめっちゃなんか絶対にこいつ絶対に学校におるっていう顔してたポスターのやつは本当にあの本当にね、あの虚無だったので、その時にあの疲れすぎてて、えなんか朝の7時ぐらいからやったんですよ。7時前かな、その7時ぐらいかに空手を、もう本当に暑くて本当に汗やばくて、で結構やってたんですけど、もう本当にしんどくて、久しぶりにやったのと暑いのとで、しかもクーラーなかったのですごい、はあ、やばいかもしれないと思って、でも本当にあのカメラマンさんとかもすごい、もう絶対重いカメラを持ってもう汗だくでやってくれだっさあるんですよ。もうあやばい、えすごいこれはね、え本当に倒れるかもしれないぞっていう時に、終わった後にあの写真撮りますみたいな、写真撮ります的な感じで、あのもう何に使われる写真これはみたいな感じで、すごいなんかあの興顔みたいな、本当にこれだっあれマジで見た時笑ったなあの掲示板のとこに、掲示板のとこにあの見に行った時に持ってると思って、自分もらうと思ったこんな顔って、こんな顔、ワットピースがし笑顔でなんかあれやったんやけどみたいな、こんな顔みたいなこれやばないみたいなめっちゃけど、なんかちょっとリアリティやって面白かった。なんかあのキョトンがマジで何みたいな、そうめっちゃリアル、そうリアルで、そうで、あのあんまそんな使われないかなと思ってて、そんななんかあのそのまじまじと映さんやろうと思ってたら、結構あの映ってて、えっと思ってマジでみたいな、こんな映るんみたいな、みたいなね、本当にね、あれはね、あれはね、こんなのでいいんかっていう、本当に歴史に残る強豪すぎて、本当にやばかった、あれは。本当に、あれはもう見過ごしてくださいね。そう、あれ見て、逆の意味でキャーキャーなりましたね、自分は。顔芸ですよ、あれは、ほう。もう本当にねえ、もう見過ごしてください、あれはスッとスルーで、10秒スキップしてほしい。見過ごせんかった、めっちゃ笑ったもん。本当にね、あのやめてくださいあれだけ本当にやめてください本当に面白かった、あれ笑ったもん、自分で笑った、爆笑しました、あれ見てこんなこれあるみたいな、本当に面白かったな。